レオン・ニール・クーパーは、アメリカの物理学者、ノーベル賞受賞者。ニューヨーク市生まれ、ユダヤ系。コロンビア大学で、学士、修士、博士号、1954年を取得し、プリンストン高等研究所で研究。バーディーンに招かれ、イリノイ大学研究員として26歳の時に、クーパーペアを発見し、超伝導の解明を行う。 その後、オハイオ州立大学で教鞭を取り、1958年には、ブラウン大学に移り準教授になる。1962年に、同大学教授となる。1957年、ジョン・バーディーン、ロバート・シュリーファーと共に超伝導を説明するための、微視的理論を提唱した。超伝導は1911年に、平家カメルリング・オネスによって発見され、 多くの研究者の注目を浴びた。その後、数多くの実験的、理論的研究がなされていたが、実験面では多くの成果が得られた反面、理論的な面での解明は、父として進まずにいた。しかし、46年後の BCS 理論によって、一応の決着を見ることができた。超伝導状態を実現するためには、電子系が何らかの凝集状態にある必要がある。 BCS 理論では、電子光子相互作用を介して、電子同士が炎を交換することによって、電子同士に引力が働くと考える。この引力によって生じる電子体を、クーパー体という。1968年にクーパーと共に、コムストック物理学賞を受賞。1972年、BCS 理論の功績が認められて、バーディーン、クーパー、シリーファーの3名に対し、 ノーベル物理学賞が授与された。クーパーはその後、ニューラルネットの研究に移った。ありがとうございます。